私は神坂千夏、ちなちって呼んでね。くんくん、あれ君って塗料の匂いがしないね。何でガンプラ塗ってるの？水性塗料系？もしかしてガンダムマーカー重ね塗り系？生徒会にマジで立ち向かってるって噂だし、ますます君に興味が湧いちゃったかも。ねえねえ、君のガンプラ見せて見せて。廊下じゃあれだから秘密の場所に行こう。ここたまに忍び込んでデコるのに使ってるんだ。みんなには内緒だよ。君もよく使ってるの？マジ？まあ細かいことはどうでもいいや。それじゃ早速見せてよ君のガンプラ。どんな塗りなのか気になっちゃって。私から言わせればまだまだデコリが甘いけど、センスは超イケてるかも。じゃあそろそろやろっか。どうしたの？ここに来たらやることは一つでしょ。私のガンプラとミッションしよう。バトルフィールドで見ると君の機体色が映えるね。私も参考にしなくちゃ。地形に合わせて見た目を変えるとかも面白いよね。ジャングル迷彩は土定番だけど、最近のガンプラだと都市迷彩も流行ってるし、ま、私の場合は基本可愛く派手になんだけどね。迷彩はエアブラシ使わなきゃなんだけど、私持ってないんだよね。だから学園のを借りてデコるんだけどさ。と、のんびり喋ってる場合じゃなかった。いくよ！私が作って、私が戦う！神坂千夏、いくよ！君ならこのクエストも楽勝でしょ？パーッと片付けちゃおう！いけ！
ゲットして、ついでにポイントもがっつり稼いじゃおう。って話マジなの？マジなんだ。それって超すごいかも。やばいレベルですごい。
生徒会に立ち向かうなんてユイポン以外にいるんだ。ユイポンだけじゃ無理じゃね、やばくねって思ってたけど、君がいればできるかも。なんか君はやりそうな匂いがする。私鼻はいい方なんだ、塗料の匂いもすぐに嗅ぎ分けられるし、君といると楽しそうなことが超たくさんありそう。私のガンプラデコテクニックでバイブスガンガン高めていこう。君の機体は特別に超絶可愛い地夏スペシャル水玉塗装にしてあげる。これからよろしくね。